Hello, Briefly, how's it going, everyone? Briefly, how's it going? So today I'm going to make a short review of some Israeli snacks. I went to Israel 2 weeks ago. Yep, yep. And the name of the snack is called Bisli. Yep. Bisli? Bisli. Bisli? Yes, very famous snack, popular snack in Israel. I know. So we have five flavors. Barbecue. Yeah, barbecue. Grill. Grill. The grill が一番グリルバーベキューが一番人気らしい、で、あと3がファラフェルとファラフェルピッツァとピッツァオニオン、オニオン玉ねぎ。何ファラフェルって。フラフェル、ファラフェルはあのひよこ豆。匂いは I remember liver so bake meat and meat バーベキュー yes bake meat and meatめっちゃ美味しい、普通に。なんていうの、普通に食べれるのは、うん、いっぱい。フリッキーシオニオン、うん、ちょっと形も違うっていうね。そう、それびっくりした。こうなるほど、なんか投げ輪っていうか、うん、ポテチの、あ、くさあ、なんかサワークリームの気合いじゃないですよ。普通にあるリング状だし、なんか分厚めやから、うまい、美味しい、普通に食べる食べれる。はい、 Thank you, man。 まず匂い。おっ、カレー、カレー、カリー、カリー、インディアン、インディアン。ピザか。いや、まあねえか、ピザじゃねえな、これはピザじゃねえな。カレー味っぽくね。うん、わかる。じゃあ、グリル、グリルいきます。すごい、なんか、あれパスタ料理のあれDNA とか螺旋階段とかにとマカロニ系の形してます、なんか飛行機とかで出てくるスナックのやつ。はい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 。なんだっけ、どうした、ん、ファラフェル、うまい。うわ、匂いすごい。これもカレーや。ちょっとちょうだい。あ、でも美味しいかも、うん、うん。バーベキュー、オニオン、バーベキュー、オニオン、オニオン、ピッツァ、ピッツァ。オニオンのがなんか明らか個人的な意見やけど、うん、なんか玉ねぎのこのなんていうの、独特の味がめっちゃ好きやなみたいな感じかな。強めのもんな、この味が。俺らにこれした理由はまず形状よね。こうなんかよくわからんけど、とりあえず3本タワーっぽくてちょっと真空が湧いたっていうのと、ピントが全然合わない、はい、ああ、それな、っていうのと、あとなんかすごいバケットっぽいパンっぽい感じの食感、食感だから、こう日本のお菓子のクラッツっていうあるんだけど、それに似てたっていうのがあって、お酒のつまみとか、なるほど、あとはあのミネストロールに入れる人とか、っていうのにすごい使えそうだなと思って、味わったりそうです。味わったり弱めだけど、美味しいなって思ってこれにしました。はい、グリル。はい、オッケー。これはもう合うよね、日本人の人に。間違いない。食感いいし、形状やね、形状。うん、マカロニっぽい形状、うん。すごい食べやすい。でも疑問に思ったのがさ、これとこれが1位よね。あの、その一般的な、うん、グリルとバーベキューが1位なんやろ、うん、大人気なんやろ、うん、でも俺らの中でさ、こっち1位でこっち下の方やったやんか。そうやな、なんでなんやろっていう。似てるやん。マジか、うん、うんうん、似てる。でもこっちはなんかあの煙みたいな。煙か、煙、スモーク。あ、わかる。ちょっと臭みがあるか。うん、そう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 。だからちゃうかな。なんか焦げっつうかな、ほんまに燻製っていう匂いがするな。スモークって感じ。 That's all for this video. If you like this video, please give a big thumbs up and don't forget to subscribe. Thanks for watching this video. Number 3 is 選んで1個。 I remember元カノ、メン。いや、これは良かったですよ。昔の彼女を思い出させてくれます。
いい味でした。バーベキュー、これもまあバーベキュー味安定ですね。そしてグリル、グリルも安定ですね。うん、まあぜひ皆さんにお勧めしたいですよ。